失礼します。あの支配人、今のりこちゃんから明日からよそに移るって電話が。ああ俺もさっき知ったわ。ご存知でしたか。なんだってこんな急に。のりこちゃんがいなくなったら売り上げに相当響きますよ。分かっとる。せやけどオーナー様のご決定や。どうしようもあらへん。そうだったんですか。でもこれからどうすれば。ったく落ち込んどる暇もあらへんな。最近よそでイケとるホステス言うたら誰や。よそですか。よその子でしたら、そうですね。もっと答えたますって言ってた。オデッセイののぞみちゃんがダントツでしょうね。オデッセイ自体がうちのライバルみたいなものですし。そうか。オーケー、タロンやはタクティック。じゃあ、一丁行ってくるかの。あの、支配人、どちらへ。決まっとるやろ。のぞみをうちに引き抜く。ライバル店のナンバーワンを引き抜くって、さすがにまずくないですか。そもそもそんなことどうやって。夜の世界は弱肉強食。ここでこけたらうちはあっちゅう間に崩れるで。やらなしゃあないんや。店の方は任せたで。わかりました。どうかお気をつけて。Työkerho menee parissa päivässä nurin, jos ei enää tee mitään. Aika kovaa kilpailua sitten. Verta.
No, nautitko? Soje. Toinen opettaja. Kyllä, kyllä tiedustelua. いらっしゃいませ。お一人様ですか？ああ。すんません。ただいま満席でして、少々待っていただいても構いませんでしょうか？構へん、待つ。ほんま、すみません。そしたら、こちらでお待ちください。よろしければ、お飲み物もお持ちしますが。なあ、そんな気ぃつかんでええねん。のんびり待ちますわ。大変お待たせいたしました。一名様、ご案内いたします。こちらへどうぞ。Kaksi tyttöä.
vanhempaa väkeä täällä. Siinä on Chip and Dale. Jaa. Niin jo, tää on 800-lukua vielä. Joo. Arvokkaita, arvokasta väkeä, mutta vanhempia. Regulaareja. さんが来たな。おおきに。飲み物何飲まはります？ほな、とりあえずシャンパン頼むわ。はーい。こっちお願い。高子ちゃんは何が趣味な？うちは最近スキーにハマってんねん。週末はいつもスキー場行って滑ってますわ。いいよ、パレボアリアに乗ったせいで。でね、新しいウェアがめっちゃ可愛いねん。誰か買うてくれへんかな。あは。どうせ、逆に貢いでもらうつもりなんやろ。そうなん、優しいお客さんおらんもん。なな、今ならうちにプレゼントするチャンスやで。ああ、せよ。サンタさんにでもお願いしや。ちゃんと靴下も用意しとかなあかんで。もうお客さん行けずやわ。ええもん自分で買うから。それにしてもこの店は可愛い子がぎょうさん揃っとるの。全部で何人くらいおるんや。そう、100人くらいおるんとちゃうかな。今日は40人くらいやと思いますけど。ほんなら知らん子も多いんやろな。せやな、週に一度しか来ん子とかもおるし、同じ席について初めて話したっちゅうケースもしょっちゅうです。ケタやとんなひるばやしてんないだ。そない新顔がよう入ってくるんか。さすがに人気店はちゃうの。ちゃいます、そんだけ辞める子が多いんです。辞める？バレバレってこと。うちは上下関係めっちゃ厳しいですし、ちょっとでも人気出そうな子が入るとすぐ上が潰しにかかるんですわ。競争が激しいっちゅうことか。せやけど、そない中でも人気ある子っちゅんはほんまにすごい子なんやろな。そうですね、ナンバーワンののぞみさんなんか毎日開店と同時に目当てのお客さんがひっきりなしに来てますわ。そののぞみっちゅう子はどんな子なんや？のぞみさんですか？ほんまはお客さんに他の子のこと話したらあんまり良くないんやけど、まあ一言で言うと真面目な人ですわ。真面目？そのお客さんの中には銀行のお偉いさんとか政治家の先生とかも多いんですわ。せやからうちらそないな人と話し合わせるために新聞やニュースをいつもチェックしとけって店からうるさく言われてるんです。のぞみさんは特に真面目でやる気のある人やから、そういうお客さんから受けが良くて指名をたくさん稼いでいったんです。名実ともにトップレディっちゅうわけやな。ほんなら人気が出んのも当然やな。
ああせやけど、この前若いお客さんが来た時は逆に全然話題についていかれへんくてめっちゃ面白かったですわ。あ、今の内緒にしてえな。うちがそないなこと言ってたのが他の子にバレたら大変なことになってしまうから。安心しいや、誰にも言わへんって。可愛いとこがあるやないか、そののぞみちゃんも。今日はまたえらい混沌な。毎日こない繁盛しとるんか。まあ年末っちゅうこともありますけど、最近はみんな強制で同伴させられてるから、その分お客さんが多いんとちゃいます。ああ、ほう、そうやったんか。けどそない必死になって同伴させるほど景気悪そうには見えへんけどな。単に意地張ってるだけですわ。意地？最近客の入りでグランドに負けっぱなしやさかい。今月は絶対に勝たな、全員罰金とか、むちゃくちゃ言わはりますねん。なんやそら。自分とこが儲かっとればそれでええやないか。なんでグランドが関係あんねん。うちもそう思うんやけどな。支配人はそう思ってへんみたいで、正直なんぼ同伴したって常連さんも毎日何十万も使ってくれるわけとちゃうし、新規のお客さんを増やさへんと頭打ちなんよね。ほう、なるほどな。店ん中くらいサングラス外したらどうでっか。グランドの支配人はん。ああ、こよふたや。ようこそオデッセイ。あ、山形だ。楽しまれてますか。これはこれは山形はん、オデッセイの試合に自らおいでになるとは恐縮やの。ああ、すまんの、ちょっと外してもらえるか。お目当てはのぞみやな。さすがはうちとためはる店の試合人や。話が早くて助かるわ。あんたの方は随分と回りくどいやないか。こそこそ忍び込んで敵情視察、それがあんたのやり方か。そないなことせんでものぞみに会いたきゃ呼びますせ。説得でも交渉でもしたらえ。そないなことしてもトップのあんたがうんと言わな、ことは動かん。俺が説得しに来たんはのぞみやのうてあんたや、山形。私を？俺が見たところ、この店確かに繁盛しとるが客層がおっさんに偏っとる。今はそれでもええが、今後もっと売り上げを伸ばそう思うなら客層を広げんことには頭打ちや。我々うちは在籍100名を超える大箱です。客の好みにも幅広く応えられてんとちゃうか。いや、この店のホステスはどれもおっさんが好きそうなタイプの女ばかり。若い男に受ける子が絶対的に不足しとる。ま、賢いあんたのことや。そんだけ言えば俺の腹は伝わったやろ。なるほど、こちらの事情は全てお見通しってわけやな。オデッセイのナンバーワンはのぞみや。けどそののぞみがおらんようになっても今の客層を支えるホステスは十分揃っとる。ここにはホームランバッターは腐るほどおる。そろそろバントのできる選手が必要な時期なんとちゃうか。それでうちの4番に対してあんたは何差し出すつもりや。まずは手付けとして1000万、明日にでもうちの門に届けさせてもらうわ。おお、それだけやない。今うちで教育しとる新人、
若い客層を狙って育てとった連中や。いわば将来の一番バッターっちゅうとこが。そいつらから好きなの何人でも持っていけ。真島藩、あんたが目つけた秘蔵庫をこっちによこすと。ああ、そうこうし揃った将来間違いなしの連中やで。ええんですか。敵に死を送るようなもんです。こっちは当面の売り上げが欲しい。その代わりあんたんとこには将来の売り上げを保証する。別にそっちだけが得をする話じゃないで。なるほどな。ミッサンワイヘイサ、あんたは顔に似合わず敵作らんとうまいことやる方法を知ってるらしい。トロスマハルソクシェ、これが真島五郎のやり方っちゅうわけか。交渉成立ってことでいいな。ええでしょう。ただあんたんとことうちはライバルや。今日みたいなのはこれ限りにしてもらいましょうか。Okay, on se vähän epäilyttävä, jos omistajat tulee niinku asiakkaana. 全力で勝ちに行かせてもらいますわ。覚悟はええな。好きにせや。さてと。ええ酒飲ませてもろうた。お願状頼むわ。勉強させてもらいましたからね。今日は私のおごりっちゅうことで。そらごちそうさん。ほな。Mikähän paikka tää? Ja. Kai se on pakko karaokea. Hyvä, hyvin mukana tässä laulussa. Samsi. Finland, 0 points. Karaoke Bozo.
あ？ja sitten kepillä hakataan miekkamies. Aika hyvä noitten kanssa. You fail. Oh, please die. Hyvä asiakkaille, jotka osaa käyttää aseita. Sama tyyppi. Fei huu. Sayo. Nani ya te? Aseita. Ei ole pelkästään näköjään niinku hand to hand ja mano to mano, vaan myöskin aseilla huidataan. Ai. Ketä tekee niitä myös? Tiger. Gears Sparts. Okei, täällä voi teettää aseita. Ai. Craftingia taas kerran. No niin, ja opetusta tietysti. Pointti. Jos käyn uuden likojussa, niin voi saman tien syödäkin. Oh, Matia, Majima! Kiva asu. Daria, Majima. Odessee no mun jatte, Yutara. Kokuru atari aru jarru.
オデッセイ。望みの引き抜きなら山形と話はついとるで。支配人が納得しても俺らが納得するか。によってうちのナンバーワンを引き抜くた。ええ度胸しとるやないか。あんた、お客様は神様や言うて客に土下座までするらしいやないか。お手と足やから夜の帝王かなんか知らんが、情けない話やで。そんなに金が欲しいか。客には通用しても俺らに土下座は通用せんで。ま、試しにやってみてもええけどな。Kas näistä saa nyt ensimmäisenä naamansa sisään? お前らの言う通りや。あ？お客様は神様や。うちの店に来た客になら土下座でもするし靴でも舐めてるわ。せやけど、客やないなら話は別。まして喧嘩売りに来たチンピラなんぞ。Vähän paineita päästä. 俺が優しいと思うな。大層な口聞けんのも今のうちや。カマ、やってまえ。Siis mä alan ihan ok. Sijos sikiru. Nannanja omae vaa? Hirviö, jolla on tapoja. Omaerra. Shikaisi sitä kattara miseni koija. Kjak toste nara. Dogeza demo nandemo sitaruva. Sikini se. Tada. その後どうなるかは保証すんぞ。お客様は神様やからな。え、みたいなやつがねえよ。使いまくさばらすわ。Japanilainen talo. Eivät välttämättä panosta nimittäin hirveästi tuohon huonekaluihin tai sisätilaan. Jos ei täällä olisi johtaja, niin tää olisi aika lailla pohjalla. Tai ilmeisesti onkin pohjalla. Kukas tuolla on? この町は牢獄や。俺が塀の外に出られんのはいつなんやろな。兄弟。フェリー。ああ。Se on ton veli.
Kyllä.